皆さんこんにちは。コールマンアドバイザーで、ジャパンバーベキューカレッジの榊と申します。それではですね、クールスパイダープロエルファンを使って、わあ、これはファン付きで最高だなって思えるようなメニューを作っていきたいなと思います。それはですね、チキンのスモークなんですけれども、スモークをするときにですね、炭のレイアウトをまた確認してください。ファンの周りほとんど炭置きません。煙をですね、持続的に出させるため、煙を攪拌するためにファンの横にこういう感じでスモークを置きます。で、煙が出るのが確認できたら網を置きます。炭はですね、ずっとサイドウォールを維持してます。なんちゃってスモークのような、本気のスモークのような、なんですけれども、食材の水分を取っていただいて、その後に塩コショウを振ります。本気でスモークやるときはですね、ちゃんと塩漬けして塩石して、水抜きしてってやるんですけれども、意外とですね、このファンを使うと風感ができるっていうことで、非常にですね、早く、ドライになって、スモークも早くかかって、本気で作ったスモークと遜色ないぐらい、短時間でできますので、ぜひやってみてください。塩コショウを振っていただいたら、こういうキッチンペーパーでくるんでいただいて10分ぐらい、置いていただくと少し水が抜けます。少し置いていただいた鶏をですね、こういう感じで並べてください。で、ウッドの真上に置くとですね、ちょっとえぐくなっちゃいますんで、真上には置きません。炭の上にも置かないように気をつけてくださいね。はい、すでに煙ですね。ここに蓋をします。そしてこれが味噌なんですけど、またスイッチオンですね。強にしないで中ぐらいで大丈夫です。このまま、しばらくスモークをかけていきます。で、これはもうあくまでも本気のスモークではなくて、スモークテイストのチキンということなので、スモークがだいたいかかって、中がですね、しっかり火が通って、ちょっとドライになったなっていう感じになったら大丈夫なんですけれども、本来は一晩置いて食べていただくと最高に美味しいです。このまま、だいたいですね、20分ぐらいですかね、待てば完成となります。はい、それではですね、そろそろいいかなと思いますんで開けてみます。はい、こんな感じですね。これでかなりこうライトな感じでかかってると思います。もうこれでもう十分スモークの香りがすると思いますけれども、もっと深くかけたいなっていう方はこのままほったらかして、裏返すだけ裏返してほったらかしていっていただければと思います。で、これスモークフレーバーのバーベキューなんですけれども、基本的にこう保存食ではないので、本気のスモークではないので、そこだけ注意していただきたいなと思います。スモークの香りってですね、焼いて、スモークかけてすぐには味がしないんですよね。ですので、しばらく置いてから食べていただくと、すごくスモークの香りが、漂ってくると思います。これ火がですね、十分に通ったっていうのだけ確認していただきたいと思います。一応ですね、私もうプロなので、トングで押したらもう火が通ってるか分かっちゃうんですけど、一般の方はですね、分からないと思いますので、こう刺して中どうかなってこう確認していただくっていう作業が必要です。次にですね、クールスパイダープロエルファンを使って牛のロールステーキを作っていきたいなと思います。材料は牛の肩ローススライスなんですけど、大体ですね、世の中スーパーなんかでも夏しかバーベキュー用の焼肉だとかそういうの売れないと思って、意外と早くにこう鍋になったりする時って思いません？大体なんか早めにこう、はい、鍋フェア来ますね。ですよね。まあクリスマスは別としてなくなっちゃうんですよ。
でそういう時にもすごくいいですし、ステーキなんかでも目利きができないと柔らかくてジューシーな肉かって分かんないんですよね。そういう方にもう間違いなく柔らかくてジューシーで美味しいステーキを食べようと思ったら、このロールステーキを作るのをおすすめします。ただ巻くだけなんですけどね。でもすごいボリュームになってる。今日はあの優しく作りますけど、はい、最高グリルはみ出すまで巻いたことあるんですよ。30センチオーバー。クロエルファンですか。はい、クロエルファンです。そうなんですよ。恐ろしい大きさですね。もうできるだけ開いていただいて、で巻いていただくと。重ねるたびに塩コショウで。そうですね。はい。結構牛肉はこう粘りが出るので巻きやすいですね。あの豚と牛のミックスも変わってて美味しいです。でこれをこのまま焼くと思いきやこれを切ります。これを切っていただいて焼くと、こう個別にですね、ファミリーでやったら一人一枚ずつ食べれてよかったりします。え、断面はこんな感じです。巻きハンバーグみたいなもんですね。はい、これで外側をちょっと整えたら下ごしらえは以上です。それでは今から、牛のロールステーキを焼いていきたいと思います。このようにですね、パンの周りに炭を置いていただきます。これはまたあの強火が必要なのでこういう感じにしてます。で、ここに網を乗せます。で、下ごしらえしておいた、ロールステーキをですね、ここに置いていきます。熱量が欲しいので、またパンを回します。これで、両面、焼き固めて、でまた蓋をして中まで焼いていきます。これも油が落ちて火が上がったら、この高さ調節で、火が届かないところまで上げながら、焼いていきます。基本的にはここに炭を置いて、あとはサイドウォールっていうのが大体ベーシックな使い方でいいかなと思いますので、こういう炭のレイアウトにしていただけると、いろんなメニュー対応できるんじゃないかなと思います。ではですね、いい感じで油も落ちてきてますので、ちょっと裏返したいと思います。あ、いい感じですね。完璧ですね。こんな感じで、まずここの真ん中で、熱量を上げていただいて、両面を焼いていく。で、これでだいたいこの両面、焼き固まってきたなっていうところまで来たら、ちょっと炭から外していただいて蓋をします。で、牛なので、まあ、基本的にはちょっとレアでももちろん食べれるんですけれども、スライスのお肉なので暑い時期だとか、まあ、手に触れたりするので、できるだけじっくり焼いて、中まで火を通していただいた方がいいです。やっぱりこう遠火にできるし、こう熱を上げられるからやっぱりいいですよね。誰が使っても結構いいんですよ。意外とこれ最初かなりバカにしてたんですよ、実は。いや、火起こしが楽だとかいう話、うん、でも火起こしよりもこう使い始めると意外とこれ使えるんですよ。どうしても熱上げたい時にうちわで上から仰ぐと灰が舞うんですよね。で、舞わないからすごく便利です。ということで、もうできました。ってことで、はい、ロールステーキの完成です。美味しそう。肉汁あふれてますよ。すごいですね。牛肩ロース薄切り肉のロールステーキです。